どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は「嘘つきは誰だ?」ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで文春さんの記事に出てくる AV 女優さんがですねデタラメな記事だと言ったことによってですねいわゆる松本人志さんの擁護派活気みたいな感じになっている状況なんですけどそこに橋本徹さんまで乗っかってきたと。文春に対ししてて以前から厳いいこと言っていた 橋本さんんが乗っかっっかかかててきたって感じで、で、まあ、なんかわかりやすいですいよね。文 <laughs> 春さんについて厳しいって言ってた人たちはここ,こにわーっと乗っかってくる感じがまあまあまあ当然といえば当然なのかもしれないんですけどすごい分かりやすいなと。でそしてプラスマイナス岩橋さんの方にもちょっとだけ動きがありまして例のねやらせ問題でやっぱりお互いの主張がまだ続いてるっていうところで岩橋さんにしてみたら10兆あるよみたいなね <laughs> あの。 <laughs> いうことを言われていたので、まあ、この件を含めて今日はやっていきたいというふうに思います。はいというわけでこちら日刊スポーツさんの記事で「橋本徹郎事実な週刊部への取材不足だ」みたいなことで「飲み会参加セクシー女優の松本人志めぐる報道内容を否定に」ということですね。はい、でこれ実際のえっとポストの方はこちらですかね。はいえー、と松本人氏参加セクシー女優 でこれが要するにセクシー女優の方がでたらめな記事だということに関してこれが事実なら「週刊文春」の取材不足すなわち真実相当性を否定する重要な証拠になるとまで言ってるんですけどこれちょっと結構勇み足のような気が私はするんですけどどうなんですかね要は松本さんが今訴えてるのはあくまで第1弾だけなんですよね。 今、えー、回のセクシー女優の方が、まあ、出てくるのは第6弾ですかね、まあ、第6弾で田村健二さんがいわゆるタムケンタイムないよって言ったことに対しての反論記事みたいな形で。 えとまあ、その中に新たな証言がみたいな形で、まあ、出てくるやつなんですけど文春さんが数々書いたいろんな証言の中のごく一部かつその方はまあ被害に遭ったとは言ってないですよ友達はそのまんま一夜を過ごしたようだみたいな、まあ、そういう感じの証言なので。 うんまあ一色多にするのはちょっとど,どうかとは思うんですがこれで真実相当性を否定する重要な証拠になるかっていうとどうなのかなっていうだからさまざまな証言に関して全部裏を取りまくんないとダメだよって話になってくるとちょっと厳しすぎんじゃないかなと個人的には思うんですが、まあ、それをスタンダードな基準にしたいんですかね、まあいいわ。いわゆる書かれる側の人はそう思うかもしれないけどなんか。 うん、その辺はちょっとね言論の自由と重ねてった時にそこまで厳しくしていいのかって話は別途あるような気がしますがまあね結構言ってますね。<laughs> はいではいまあ、いずれにしてもそれでもともと下月さんが。 というまあセクシー女優の方が自身の X で松本久さんの件についてあんな嘘だらけの記事に内容について許せないから書きますということでこれは私えっ、ー、と別の動画でもお話ししてるんでよかったら見てくださいって感じですねはい。まあ、いずれにしてもうんとんとなかねはっ いろんな推測が立つんですけど、ちょっとはっきり言いづらい話もたくさんあるので <laughs>、まあ、あのコメント欄の方でね、いろんな推測が立ってるんで、よかったら見てくださいっていう、まあ、そんな感じですね。はい。というわけで、えー、っと、まあまあ、記事に書かれていることが、まあ、全然違うし、まあ、文春さんがよく言うね、システムという言い方しますよね。で、その中に、まあ、松本さんと知らされずに呼ばれていく、それは知ってたよとか、 あるいは、えー、っと、携帯とかね、取り上げられたよとか、あるいは使えないような状態だよっていうのについても、いやいや全然使えたしって言ってるし、それから、あとは、まあ、飲み会自体も楽しかったし、それから、 あのソフトドリンク、要するにお酒も勧められなくて、まあ、ソフトドリンクだけ飲んで帰りましたっていう感じでまあ下月さん自身はすごい楽しい飲み会で松本さんも大好きですということのようで、まあ、そこについてはわざわざ嘘を言う必要もないわけですからまあまあそういう飲み会もあったしその下月さんの目線からすると楽しい飲み会だったんだろうねということでまあそういった一つの事例ではあるかなと思うんですけど なんかねそのフライデーさんの記事でも思ったし文春さんのこの一部のその下月さんが出てくるとこの記事でも思ったんですけどなんかあの話をちょっとす,すり替えてっていうか <laughs> 要はなんか例えば A さんって人が喋ってるとしたらその誘われた方の B さんの方がこれ なんか週刊誌に喋ってませんみたいなやつがあってですねそれに該当するっぽいんですけどまあまあとにかくその辺含めて、まあ、いわゆるその被害に遭ったとされる女性の裏付け取材ですよね実,あの実況兼務等々をやったのに比べるとおそらくですけど話だけ聞いて書いたんじゃないかというふうに思われるわけでまあでもね本筋のことについての なんか補足みたいなことについてまでそこまで裏取ってたらまあ何て言うんだろうな、まあ、すごい大変だと思うんですけどねはいまあそこについては今んとこ週刊誌がめちゃくちゃ責められてるから言われてるだけでうんだと思うんですけどねはいまあとにかくですねまあそれについて松本さんが、まあ、話しましたよっていう、まあ、そういう <laughs> ことですかねはい。 はいでまあただね私はちょっとねこれあんまり用,用語っていうかむしろマイナスなんじゃないかなって思うんです、ね、松本さん擁護だとしたらねまあその件は確かにその部分ではあの。 なんていううだろうそのでたらめな部分がねあったのかもしれないんですけど一番否定しなきゃいけない部分の幹の部分ですよねその被害に遭ったとされる女性の方々の意見で特に第一弾第五弾それから実名で挙げた方の話ですけど、まあ、そこを崩せるって話になってくるとまあ幹が崩れるから本質的な話になっていくんですけど、まあ、そうじゃなくない形ですよね。ってなるとどうなるかっていうとじゃあよりもっと取材をしましょうみたいな話に なっていきませんかと一応なんか八段ぐらいまででなんか一段落した感じがするんですけどあの何て言うんだろうなこうと虎の前なんかね虎のってよく言いますけどまあ別にねあの一企業ですからねまあ何とも言い難いところありますけどなんか一番こう踏んじゃいけない部分があるとしたらプ,プライドっていうのが俺たちがでたらめってのかみたいな。 それは一番困るじゃないですか。文春さんのブラ,ブランドが、ね、に対して傷がつくみたいな形になっていくと何みたいな感じになっていく可能性があるので火をつけてしまった可能性はないわけではないと。要は八段、まあ、まででやってでイベントやってあとは裁判でぐらいの感じで済まそうとしてたんだけどいや証言もっとだったらもっとあるし来てるしもっと言おうかみたいな感じになっていく可能性もあるわけでそれが。 なんか、なあ、まあ、こういうのがあると、その、やっぱり報じざるを得ないじゃないですか。なんかこれ、あの、別件なんですけど、その、過去に小林よに、吉典さんが、あの、山尾しおりさんとかね、まあ、その辺の方々の某不倫問題ってやつがあって、で、それについて文春がデタラメ書いてるみたいな論人を張ってた時があったんですよね。はい。で、で、それが、まあ。 でその後で最近そのなんかこうスタッフというか関係者が「文春はやっぱなんかこの松本さんまあそもそもねこう松本さんの件もあいつらまたデタラメ書きやがって」っていう論調なんですよね。吉典さんんっていうんですかねでその延長線上だと思うんですけど過去にこういうのがあってあいつらはやっぱりみたいな感じでまあその時文春にいた方をまあ名指しでね批判するみたいなのを挙げておられて。 で、その方っていうのは今、YouTube、元文春記者みたいな感じで YouTube チャンネルやられてるんで、まあ、そこでめっちゃ反論してました <laughs> ということで、その中で、いや、我々音声持ってるよ、みたいなところまで言わしちゃったっていうところなんですよね。だから、これは、なんか、かばいに行きながら大、OK、k がするっていうパターンで、文春の場合はこれがよくあるよって話ですよね。まあ、これ以外にも、えー、っと、 知花さんがねこの文春がいかに正しいかっていうのを解説する時に里谷多江さんの件を出してきて要するにモーグルの選手ですよねでそれがまあクラブでランチ期騒ぎみたいなぐらいのが出てでそれについてめちゃくちゃ反論してきたらもっとえぐいやつを出してきてみ, <laughs> みたいな。 のがあってのがやられてしまってって感じでまあ結構一歩手前で止めてるみたいなものが何かその本人もしくはその関係者とかあるいは世間の方が文章嘘ついてんじゃないかってなるとそれはやらざるを得ないですよねって感じで出てくるのがまあ一番マイナスになるかもねって感じで、まあ、わざと煽ってるのかよく分かんないんですけどだってね取材不足とかですねことを言われちゃうとそらないだろうってやっぱなるわけではいということかもしれないですね。で 続いてとこちらはですねプラマイ、えー、と岩橋さんの記事ですけど女性自身さんが例のね、えー、とやらせ騒動についてかなり書かれていてなんかね不思議ですねなんかそのなんでこの件だけあのいわゆる岩橋さんじゃない方側の意見が、まあ、各地からたっぷり取材もして出るんでしょうねみたいな, <laughs> な思ったりするわけですけどまあまあまあ。 まあでもねやっぱり取材する価値があるということでで結構ねめちゃくちゃ長い記事なので端折りながらちょっとご紹介すると,、えー、っとそもそも岩橋さんがねお,わお笑いコンクールについて、まあ、やらせがあるぞみたいなことを、まあ、言っていたという流れがあるんですよね。はい、でそれについてさらに、えー、っと同じ審査員をし務めていた方の野市の山本警視長もいわゆる やらせばありましたっていうことを、まあ、追撃したという感じですね。はいはいでえっとさらにえっと本市の取材に対してとあるんで山本市長の方にえっと取材に行ったようで。 でえー、ここで言われていたのは私と岩橋さん含むプラススマイナスさんは審査員でしたと同じ場に放送作家で審査委員長を務めた方の出身の、まあ、放送作家前田誠司さんと吉本のエリアマネージャーの方もいらっしゃりコンクールの仕切りをしていたのは前田さんでしたと。はい、でその状況で前田さんは採点の時から「いやもう吉本以外に片平線から」と普通に言ってましたと。 はい、だから吉,見の吉本しきりの中でそのしきりの大元みたいな人はこれ言ってたらねまあ普通で言うと、まあ、関係者は間違いなく忖度するような発言ですよね。で,で審査の方法は決勝に出た方に審査員が点数をつけその後別室に集まってその点数を前田さんが集めるとそれも非公開でしたということを言ってると。 でこの人いいなっていうのが吉本以外でもいたんだけど吉本以外の人は誰も賞がもらえなかったんでそれを見てプラスマイナスさん私もやらせだと言ってるんですということですね。でえー、っとプラスマイナスさんは前田さんに文句を言える立場ではありませんとそれに私もあくまで来賓なんでということで。 方の私が主催だったら何か言うことができたと思いますがって形ですよね。まあ、あくまで、まあ、市長として審査員に呼ばれているのと市としては協力という立場ですよね。はいそれでまあそれを知っていながらなんで今言ったんですかっていうことに関しては、まあ、そもそもコンクールは公演でお客として呼ばれただけなんで黙っていたけれども、まあ、プラスマイナスさんが契,契約会場とかコンビ解散みたいなことになったんでっていう状況になって。 ので、その原因のうちになったんじゃないかっていうこともおっしゃってましたよね。はいでプラスマイナスさんにはまあ、pr をしていただいてま恩、あ、があるということで、まあ、突然えー、っとですね。解散や契約解除と言われると、こっちもたまったもんじゃないっていうのが本音です。ということで、どこに所属してもいいから解散はして欲しくないです。ということですね。まあ、でもこういうふうに思いながら思ってる方はすごいたくさん多いと思うんですよね。あまりにもちょっと。 ねえっていう感じではいっていうところですねでまあ片野市としては恩義があるし、まあ、今後も支えていきたいし応援したいという感じで非常にハートフルな市長ですよね素晴らしいと思いますででさらにですねえー、っとやらせの有無について片野市商業連合会事務局ですねここが主催だったわけなんですけどはいでえー、っとそれに対しては 他社メディアで掲載されてありますとりやらせがあったっていうことは事実じゃないということで記事見てねという感じでまあねもっと答えてもいいと思うんですけど本当にやらせがないんだったらちょっとおかしいと思いますみたいななこと言うなんてみたいなねはいまあその辺は分かんない市長に対しての損んもあるかもしれないしこっちもねでさらにえっとまあ先日のスポニッサの記事の中でえっと実行委員長の西川氏は 200%はないとやらせを否定しているということでこれについては、えー、と岩橋さんがこの200%はないということについて別途反論してるんでそれは後でご紹介しておきたいんで覚えておいてください。はい、でさらに本州は渦中の人である前田誠司氏ですね仕切っていた方の方に、まあ、山本市長の件も伝えた上で取材すると,、えー、と「吉本以外は片平線からなんて言ってません」と強く否定したと。 いうことですね確かプラスマイナスさんの前ではちょっと冗談で言ったみたいなこと言ってたような気もするんですけどまあ、とにかく山本市長の話には真っ向から否定させていただきたいとそんなこと言うタイミングがどこにあったのか市長に尋ねたいとで審査は集計係や審査員など合わせて25人ほどいる部屋の中で行われましたそんな中で「吉本しか勝たせないなんて言えるでしょうかそこには市長の秘書の方もいたのに」ということを主張されてますと。 さら、はい、に山本市長はスポニチアネックスの取材に対して前田氏が一人で集計していたとか本市に対して集計は非公開だと話しているということに対して前田氏は当日は集計係の人が市の職員含め計7人ほどいましたと反論ということですね、まあ、かなりの食い違いでさらに最優秀の選考方法に関しては山本市長が参加した第3回は山本市長と僕プラスマイナスの2人と吉本興業のエリアマジネージャーの5人が審査員と。 で漫才すべてをてし審査員の点数を集計して点数の高い順からホワイトボードに名前を並べたと。で、この時点で若葉の頃はダントツで1位でしたっていうことですね。はい。という感じで、これ自体はまあ別動画でも話しましたけど、まあ、なんか変なんですよね。<laughs> 変っていうか、なんでこんなやり方するのかよくわかんないんですけどね。まあ、そのこの点数だけで決まるんだったらわかりやすいんですけど、それ以外にも別の方法も入ってたりとかして、 まあなんかその審査員の中の3人がまあ口裏で口合わせをすればなんか優勝者作れるなっていうふうにちょっと思ってしまいましたけどね。はいまあ、それっていうのはこれは点数だけじゃないっていうことで、えー、と点数がどれほど高くても えーとネタに品がなかったりギャグをしてるだけだったりどういうな,な,なんだろうということで点数とは別に位位ととににしたたいい人に丸をつけてもらったという感じですよ、ねはい、まあよくこんなものを考えたなって思いますがまあ点数だけだったらすごいわかりやすいんですけどうんとそこになんか別キー軸を入れることによってですねなんかすごくおかしなことになってるんですよね。はい、というわけでまあ一応なんかねえー、っと。 ネタに品がなかったりただギャグをしてるだったりそういうのはどうなんだろうと考えてるってことで入れてるって言ってるんですけどだからそういうのも含めて点数に反映すべきなんじゃないのかなっていうふうに思うわけで、まあ、この辺はちょっと苦しいなっていうのが正直な感想ですかねはいまあただだからといってやらせをやってるかっていうとまあそれはまたちょっと別の話になるんでや,れやりやすいなぁとは思うっていうぐらいの感じですけどまあっていうところですかねはい。 まあ、とにかく、まあ、そういったいろんな説明をされたと。えー、とさらに m ア1グランピの放送作家予備審査員を22年まで務めていた前田氏は、えー、と今回の形の氏の笑いコンクールの中においても先行に m ア1のノウハウを生かしてるって感じで m ア1の予選もそうですが1点2点勝ってるからといってこの人がすぐ優勝とはなりませんと。 またこれも m 1同様に「こいつら嫌いだ優勝させたくない」と個人的な感情で審査員が極端に低い点数をつけることがないように、まあ、最低この点数をつけるようにとルールを設けていますということですね。はいまあ、一応であとはまあ集計を7人がかりで行ってたんで1人じゃ無理だよねみたいなことをまあ 言ってるというのでまあここについても、まあ、食い違ってるのかなっていう感じですよねはいただなんで7人もいるのかよくわからないですけど5人だけでしょ <laughs> あの <laughs> まあいいやあの <laughs> 終わった後に全部出すのかなだとしたらまあちょっと計算がめんどくさいかもしれないですかねはい、はい、まあとにかく状況的にはまあかなり難しかったようということをおっしゃってますねはい まあ、その辺含めて誰が何点に入れ,か入れたかっていうのを公表しながらやってればそうも思われないと思うんですけどね、はいまあ、そ,その辺りは密室という表現してるかもしれないですよね。でまあとにかくそれで岩橋氏や山本市長が吉本以外は勝たせへんからと言っていたと証言してる件については、えー、と岩橋に関してはコンクールの1回目の話をしてるんだと思うということで、まあ、その時に冗談で言ったみたいなことですかね。 はい、で、その時のことを岩橋さんが言ってんじゃないかとかで,で、山本氏に関しては何でそんなこと言うのかよく分かりませんっていう感じですかね一生懸命頑張って作ってきた大会なのにみたいなことをおっしゃってるとまあとにかくまあえー、と岩橋に関してはまあ心配してる様子ですけども山本氏匠に関してはちょっと納得がいかないということですよねはい。 まあ誤解があるようなんでまあ、ちょっと話し合いをしたいみたいなことでそして2月29日にはお笑いコンクール主催者の方たちとか集計したボランティアスタッフが視聴室を訪れ長時間にわたり猛抗議をしたということだそうですね。まあ、とにかく何でそんなこと言ったのかとうとう追及したところし導ろもどろということですとかまあ ちょっと市長の発言がどうなんだというところはどうもあるようですね。はい。はい。で、そんな感じで、まあ、これに対して岩橋さんが今、何を言ってるかっていうと、ドンと、背景、エニックス様、ドラクエ、ドラゴンクエスト3終わりました、プレイ終わりましたっていう感じで、まあ、ドラゴンクエストをやってたようなんですが、えっ、ー、と、まあ、これはちょっと、まあ、これはこれで、えっ、ー、と、やられてるようなんですが、えっ、ー、と、こちらですね、反論という形で、 先ほどのね、まあいわゆる200%ないっていうやらせがねいう話があったと思うんですけどそれに対する岩橋の答えはこれ、えー、と数えたところ10兆パーセントですねあるっていうことで10兆パンセントですからね絶対あるよっていうことですよねすざまじいですねはいでえっ、ー、とそれにさらにえっ、ー、とあと もう一つですねあのね優勝できないことが確定している他の事務所の芸人さんからも参加費を取ってるのがやばいの大問題は金額じゃないとやらせやってるとしたら当然あのお金をもらってるってことですよね、まあ。そもそもやらせの大会にお客さんがお金お客さんからもお金を取っていたり様々ま市、あ、も協力してたりするんでそっちはそっちで問題なんですけど何より芸人さんですよね。だから、まあ、お客さんにしてみれば 見に行って楽しけければいいいわけじゃないですかだからまあある程度回収はできてるしまあやらせって聞いたらちょっと嫌な気分になるでしょうけど、まあ、市にとっても結局盛り上がったからいいじゃないかっていうのがあって、まあ、だからこそ市長は黙っていたわけですよねただ芸人さんはただただ損したっていう他事務所っていうことですよね。ねお金を出しながらしかも参加費ですよねやらせって知らされた上で優勝できないけどお前参加するかって言われて参加してんだったら別ですけどじゃないですよね。 はいとかあとは手伝ってくれてるスタッフに言われたと投稿するのは全然自由だけど全ての参加費が悪くなるからあかんねんということですね。でえー、っとほんまに芸人にとっては参加費は投資だからあの件が耳に入った企画会社はいろいろ見直すと思うしこれ以上は夜なしなもへんで滑ってんでと。 いうこことですすねこれもポストします悪いことを指摘したらこっちも悪くなる毎回難しいなということでまあもう無,無理っていうかもう正直にしか言えないわけですから私はもう正直に言うべきかなと思いますけどねそれによってまた立場が悪くなるって話になっちゃうとねまあまあご本人の判断になりますし周りも心配するでしょうけどね 色々難しいとこありますがそういうのを黙っていた結果結局爆発しちゃったわけですからまあまあ私としてはまあちょっとね本当に訴えられない範囲の中でまあ言うべきことはしっかり言ってほしいなーなんて個人的には思うんですけどね。はい、というわけでなんかねテレビにおけるやらせとかも、ね、すごい批判されますけどなんかほらテレビとしてはでもそういうのをしっかりやって。 で視聴者を満足させるためにそういうことをやってるみたいなやつがあるわけでまあいいやらせとよくないやらせがあるわけでまあバラエティにおけるやらせは大して問題ないと思うんですけど報道でやるとねその問題だとかいろいろあるわけで、まあ、いずれにしても全てが隠せない時代に入っているのでまあでにもう隠すこと自身が意味がないっていうかねまあ本当のことを言えばいいだけでまあいわゆる主催者側の方も自分たちが持ってる真実を話してるみたいですし、まあ、現時点においては まあ何が正しいのかっていうのは両方の話を聞いた上でよく分かんないとこありますがまあいずれ本当のことは明らかになっていくんだろうなというふうに思います嘘つきはどこかにいるっていうことですよね以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね